Check 13. Coin locker, baby.松見は昨夜、うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。セイジ、しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとは、これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。Fucking Joe。 もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体と、そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から登場会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、1にも2にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる登場会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ、俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。 We're gonna make our own Omi Alliance. We're gonna call it the Nomi Alliance. Yeah, yeah, like the sounds of it.Deal or no deal? まあね、あれですよ。我々としても、これで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。Audio keeps clipping sometimes. そうだな。まあ、裏切りの首謀者だった荒川は、どこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ、何が筋だ。
極道の端くりにもならねえ片田舎のカスどもが。なんだと、今なんて言った沢城、お前おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ、何やさら。俺はなお前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは東条会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力、強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。随分勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。Flashback. またせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。I'm in the mood for that ringtone. なってるよ、電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか、ちゃんと飯を食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、
平安楼で会わないか。平安楼、俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやすさんの最後の様子も聞きたいしな。Part-time hero. Rescue missions, SOS. So we have, let's see, two more hero missions here. I don't think there are any new sub-stories available in this chapter. Let's check our smartphones, see...Did we get any new items we can use to craft? Those damn cockroaches! Alright. Any new armors we can use? I already got cyber armor and spectrum down. I think this one's probably gonna be much later in the game.Okay, yeah. Iron Greta. Okay. Alright, I'm sure... Let's do some hero missions, Ichiban. That'll cheer you up. It's just not the same after we know what happened to Arakawa. After. そこのお前、文句だ。未練は残して勝てると思ってんのか。よーし、やめんなよ。All right, we have to wait for her. All right, Psycho, go. やってみろ。Nice. してみろ。That one's really tricky to get the timing right. What cruel fate to be waylaid by villains on the journey to see my beloved. But hark, a noble hero will arise during such a... This must be my client. My beloved and I were to meet not far from here, but some evildoers must have caught wind of it. They now endeavor to seize my coin purse and all the wherewithal therein. I beg you, make haste to Hayaki Street.Before the stars cross my love any further. How about we join them in beating up this guy? I'm just saying. 骨が折れそうだな。I'm from part-time here in a
I'm honestly kinda happy you see me as a capable of saving the day. I ain't happy about shit. I'll show you what we don't need. No heroes in this day and age. No shit, pirates. It's One Piece. Will this do anything? Okay, we'll work with that. Everyone. Okay, while he's still stunned, I think we can just get some cheap attacks in. Fuck this man in particular. Paralyzed, I mean. Just keep spamming A. Oh, he's felt feeling limber again. Oh no, not me! Okay. There we go. My eternal thanks be with you.
mayhaps anyone who can be a hero if they bear a heart of justice. And I shall do my best to live by your example. Nerd. 任務完了。All right, cool. New potential candidate for the company that I'm ignoring now. Like, as long as you get through the shareholder meeting, like, that's all that matters, I think, so. All right. Let's see, anything else we can do while we're here? All right, let's head north. It wasn't like an area of effect attack, I was hoping. Let's see how effective this would be. Can we just let them fight each other? Alright. On to the next fight. Oh yeah. Check the spot a little bit while we're here. Was there any hero jobs I finished earlier? Nope, there weren't. Okay. Hey. いらっしゃいませ. I'm all stocked up. Okay. Okay. ありがとうございました。
There's a restaurant on this corner over here, so... Oh, don't run me over, no. いらっしゃいませ。Fine, we'll don't need to be stingy, I guess. ごちそうさまでした。ありがとうございました。Mm-hmm. おっと。Tojo Crest. What? What do we have here? Come on, hero. Come on, hero. I could really use a hand here. Must be my client. It's been a while since I left the house, and as soon as I started enjoying myself, I realized I was being followed. If you have any kindness in your heart, you'll save me. I'm in West Bayside Street area.Ooh, we should rank up with this one. They're making you pretty anxious, huh? Don't worry, the hero's here to save the day. You can't be serious, this is the guy you called? Whatever, anyone who interferes gets crushed. Ball security. やめんなよ。やってやろう。ぶっ飛ばしてやる。これだ。ザコ。よし。よし。行くぞ。やんのか。見せてやるよ。絶対負けない。金の力見せてよ。私の番ね。Hold up. We're in the middle of a fight here. Phew, that's all it's done for. Because the hero's gotta make a dramatic entrance. Anyway, thank you so much.任務完了。Dawning Daybreaker。昇格。Rank up, Veteran Hero。69, nice。Anything else we can do? Otherwise, I guess it's off to Chinatown then. いいな。All right. Stress 解消。余裕。よし。ほら来いよ。見てなさい。やってやるぞ。なめんな。はい。なめんなよ。絶対負けない。よし、行くぞ。やってみろ。はい。もうちょっと楽しませろよ。やんのか。おい、来た。最悪。いや、おじきやる。For now, let's switch up the party. Just keep things interesting. Let's go ahead and edit. We'll have
Barry, and then we'll have June, and then we'll have Sal. And we'll walk on the way. We'll walk to Chinatown then. Okay. Just to get a change of pace for a little bit. Gotta make sure my other friends don't feel like I'm ignoring them. I'm a vehicle, look at me. Vroom vroom. All right, B team, let's go. さて、してみろ。 手が滑るんだよ。シロマ。本気だ。また本気出して。ほら来いよ。 You can still hear the animation in the background after we won. Not the time for school, no. さて、何年だよ。痛い目に合わせますよ。見せてやる。やだな。さて、してみろ。君雑魚じゃねえ。邪魔だよ。分かってこいよ。邪魔ねえ。ほら、来いよ。勝てると思ってる。俺の番だな。ほれほれ。 態度でかいね。ほら、勝手を決めてちゃうよ。私が相手で本気だ、仕留める。本気でやってん。何なのよ。ビビってんの。勝てると思ってるよ。遊んでくんない。頑張ります。ほれほれ。いや、上がってきなさい。 俺の番。してみろ。
Crazy Club。勝ったな。また強くなっちまったか。Everyone's level 51 now。ありがとうございました。Tojo crushed. Yuube no Arakawa wa butai kara orita yakusha mitai ni odaeka na kao datta. Sore mo sou daro. Oomi rengo no kaisan o nashitoge, omae to no saikai o hatashitan da. Jitsu ni umasou ni Peking daggu o tairagete ita yo.俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ、50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺され、それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが、断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時、強引にでも俺が送り届ければ、荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰がおやさんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてる。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやつさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。 Okay, now there's a gun in that one. そして荒川亡き今、 This time there's a gun. 青木の直令を受ける人間は限られておる。No, it's just a duck, isn't it? Oh, it is a gun. Ha! I called it. One out of two times. Arakawa no kataki o toru ga ii. Hitsuyou de areba, Seiryu kai kara heitai mo kashite yaru. Ore ni jū wa hitsuyou arimasen. I have a bet.敵を討つ気はないと。いえ、おやさんは若の玉を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。
だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。Just cancel him. It's 21st century. なるほど。Easiest way to win. すでに策はあるということか。しかし、青木に近づく以上、危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は、骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。He's animating kind of fast for that exit.待っててくれたのか。どうだった？悪いな、俺一人最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたら、あの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも、今からクメに会いに行こうぜ。His name's クメ。なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。クメは小笠原の後釜に任命されたんだ。若ともつながってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど、久米が素直に青木と引き合わせてくれるか？ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどね。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。Yeah, let's look for some 探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。 Oh yeah, aren't we supposed to have a candidate? 欲しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、クメの居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。ミックウム。オーライ。Sound this way. Anything else? Let's visit the park to see if we can find any cockroaches. We'll do one pass. You never know. Hopefully we won't spend chapter 13 doing the Can Quest mini game.さて、ほら来いよ。さて、頑張ります。本気でやってん。見せてやる。こっち見ろや。いやー、待ってるよ。え、俺の番だな。勝てますかね。やんないのね。
とっておきだ。さて、かかってきなさい。おいよ、ほら来いよ。私の番ですね。セリア、舐めるんだよ。どうしようかな。勝てると思ってるよ。私が相手。俺の番。叩き舐め。かかってきなさい。行くわ。さーて、敵を勝ったな。Where the roach is at?Here, beehive, stag beetle, butterfly, cage shell, stag beetle, Let's take the taxi now. Enough of a detour. どちらまで行く？それでは出発いたいらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。Sorry about the chairs. 法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度、善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこのクメに託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。クメは本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれねえな。同情してる場合ではないですよ。よし、急ぐ。ブー、ちょっと通してくれねえか。ブー久米、ブーブー。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え、なあ、すまねえけど、どうしても。あ、あんたどこかで。あ、お前あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。
この間の借りはきっちり返したるで。さあやりましょうか。私の番ですね。怪我しません。やるよな。Divine shot。くれ、くれ。Bullets for everyone。頑張ります。私が相手で。なめんなよ。まった。見せてやる。え。うん、えっ、ー、本気ですか。どうしたんや、やんのか。邪魔だよ。え、邪魔だよ。俺の番だな。いいね。寝てんのか。してみろ。さて。セリア。敵に進化だったぞ。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどお前ら久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。久米を当選させることは都知事の勅令や。その生涯となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほどの近江組員が偉人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町参詣作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。参詣作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東条会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った参詣作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦、果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、
荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ前から信じちゃいねえが政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか？ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？立候補者。久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう。見つかったんですか、青木に勝てる立候補者？四方八方手を尽くして探したんだがな、いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はぁ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんですか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな、久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんで。久米を捕まえるチャンス？立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんとな怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも
今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。 Let's make Yokohama great again。 法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。Thanks to my connections, I now have the privilege to send some real rough boys to you who need backup. Swing on by if you're interested. Huh? What? Was that connections, boys to you? Interesting. Let me check my phone again.Oh, this is for the Tojo crest. Okay. Let's go to see Kamaloop then. Have a cookie. Playing rewards, okay. I have 76th of the
Tojo Clan Crest. Growth. Gear. Oh, okay, here. Okay, we can add pound mates here, so Daigo Dojima, 50, and Masaru Watase. Okay. Start with Daigo here. We have enough for one of them. なった気がするぜ。地面は嫌ですが。私の番です、ね。してみろ。セーラー。こいつでどうだ。ガンチ。遊んでくんない。頑張ります。なめんなよ。やめるぞ。いいね。やめると痛い目見ますよ。さて、ほら来いよ。や、問題なしだ。どりゃ。なんか文句あったんじゃねえぞ。私の番ですね。勝てると思ってるよ。本気でやってんよ。怪我しますよ。頑張ります。私が入んだよ。俺の番。やめんなよ。俺の番だな。痛い目に合わせますよ。終わりだ。さて、ラウンドで勝ったな。ダメだ。Let's get some food while we're here.ございました。Okay, let's switch back to our original party. If
talking about take the taxi. どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。That was exhausting. If I sign one more form, I swear. Never imagined there could be that many. Well, of course. You're not exactly running for student council. I'm just glad we made it in time. Did you see that guy's face? He was about to snap. Well, nobody likes a last minute arrival. But it worked out, thankfully. Don't act like it's over. The paperwork was just the beginning. Tomorrow we hit the campaign trail.But I'm only running to get close to Kume. I don't actually have to campaign, do I? ダメよ。You do, actually. If Kume and the rest of society don't recognize you as a candidate, the plan will fall apart. Ah, she's right. How am I supposed to even campaign, though? I don't have an election van, or even a megaphone. Well then, you better get it figured out. I'm with Sachan. You gotta take this seriously. Eh, we'll figure it out tomorrow. Yeah.Go back to the bar. Any new things going on the map? The only other thing I think I have left is the vocational school and Can Quest. I'm not touching Can Quest. The vocational school, I think, like all it really does is increase the personality stats, but I don't really need that.I don't, like, the main thing it locks is, what, the, employees that you can possibly hire. But we already reached the end game with that, so it doesn't really matter if we hire anyone else. All right. Guess we go back to survive then. Was there anything back here? I saw a shiny thing. Eh, never mind.どちらまで行く。それでは出発いたします。I can show them all the CDs I bought. おっと。Can't read any of it. What is this? Kume must be kicking his campaign up a notch. Guess they already found out I'm running. Saves me the trouble of having a campaign strategy. You think this is a good thing? Now the whole town's gonna know about your criminal record. Don't worry about it, man. I wasn't planning on hiding the truth anyway. I see they already have you in their sights. Takabe-san.Our chairman would like you to have something. Chairman Hoshino? What would it be? This beauty. It's an old car we were using to sell things out of, but you can use it as your election van. Eh? For real? We even gave it a microphone and loudspeaker. We dug those out of one of our strip club's warehouses. This should give you at least the bare minimum of legitimacy. Kume can't run from you now. ありがとうございます。Appreciate it, man. Now we're talking. それでは。Well then, shall we play Kume a visit? He's scheduled to give a speech at Hamakita Park today. Nice. This time we'll corner him and make him take us to the young master. Hey, good luck. Well, let's just get in the car and roll over to Hamakita Park when we're ready.Anything else going on? All right. Time for politics.
選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補、やばくね？人殺しだったよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらおテント様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、
春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。俺もだ、春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。クメなんかに負けんじゃねえぞ。クメさん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから、一つ握手でもしようや。撤収、撤収だ。おい待てって。ちょっと待て。ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり、元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。クメといい、お前こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしい。で、報告ってのは。新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか。え、いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃ。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げた。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだから。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか。はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。え、もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよ。 It's gonna be a wild card. Whoever he has to kill, right? Yeah. Someone we don't expect. Kume should be giving a speech in front of Jinai Station today. All right. Today's the way to get him for sure. Nah. Should we leave the van behind though? If he realizes we're coming, he'll cut his speech short and bail. Good point. Let's go on foot so we don't stand out. I think you're shooing rep for representative. That was a great tweet yesterday. They're gonna watch us fight these people too. Election candidate. You're still rooting for us. Okay. Anything else popped up while we were here? Don't look like it. We're gonna make Yokohama great again.今のうちだぞ。見てなさい。じゃあ、これ。なめるなよ。俺の番だな。絶対負けない。来やがれ。とっておきだ。何や。おら。決めよう。
I like how the one dude's just having a phone call there. Let me in. There he is, and again. Don't let his staff see us coming. Now get in front of the media to make him shake my hand. He'll have no way to avoid me that way. Nah. But then what? Let's just be make amends about yesterday and pull him into the van. Then I've won. Well, be careful. Looks like we got more eyes than we thought. Oi. Sure you want to do this? This guy's a candidate, just like Kume. We raise a hand against him. Don't you think he'll damage Kume's reputation? Look, it's bad news for you. We ain't part of Kume's campaign. We don't live in Kanagawa. Draw all you want. Nothing's gonna trace back to Kume. Wow. You guys thought this through. Chotto. Let's not stand here admiring them. If we don't hurry, Kume's going to get away again. Huh? What's a rush? Your campaign's going down in flames. Because you'll be dead. やってみろ。見てろよ。行かせしよ。俺は来いよ。やんのか。逃げるなら今のうちだ。 It's a good thing the crowd isn't paying attention to this. おい、来た。どうするかね。やんのか。よし、行くぞ。テンション上がりますね。レボラ。 よし、まだ久米は俺らに気づいてね。 No one knows to fight. All right. <笑>無線でりじ。ボラコ。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。何卒よろ。よう。春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。路線だ。 昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの揚げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要など。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ。 久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい。こっから先はちょっと勘弁してくださいね。
春日さん。どうした。星野会長の命が狙われています。はっ。今日青龍会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。的は星野会長。孫妃も青龍会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにすべきかと。また来るぜ。BRB. No one's gonna note all the unconscious bodies over there. 急ぎらしい。え？おい、なんだよ。クメはもういいのかよ。Hurry to save your clan headquarters, all right?Okay, let's take the taxi then. どちらまで行く？それでは。高部の頭。春日、撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。消えおったの春日。近江連合会長は。そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと。てめえらざけんじゃねえ。調子のポンチャーだ。やっちゃうよ。よし、逃げるなら今やるなよ。やってみんか。タイプーン。It's very effective. オレの番だな。たまらんな。見せてやるよ。元通りへ。ほら来いよ。来い、来た。やってみろ。たまらんな。見てろよ。いい感じ。いい感じ。たまらんな。やめんな。どうするかね。やってやるぞ。なめんなよ。行くぜ。ナイス。絶対負けない。ええ感じや。逃げるなら今のうちだ。やってみろ。よし、行くぞ。They're too far apart. Okay. Let's take them down one by one then. This one.私の番ね。シャキリしたで。俺の番ね。なめんなよ。俺の番か。絶対負けない。ええ感じや。
俺の番だな。蹴りの一歩行きますか。今のうちだぞ。よし。ダーカール。こいきた。やめんな。大勝利。一つ上の男。強くなったか。またいい女に。せえよ、イチ。あんたが会長を。お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何おい一番なんてな。この選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。Let's go! Fine. Let's stop this guy once and for all, damn it. Really? Taking a seat? Shirokuro, つけようぜ、イチ。Go, Sawashiro. くそ。
Oh man, he just had to pull out a weapon. 何恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。よし、やってみろ。Let's boost everyone. 取っておきだ。全力で行くぞ。してみろ。おいおい、その程度かよ。バリバリ行くよ。さっきポーズ。いい調子だな。ほら来いよ。行くぜ。こっち来た。やるか。見ないでくれる。しゃあ、俺の番。見せてやるよ。プレゼント。さあ覚悟しな。俺はやるぞ。 Spam your most powerful attack again, Daki. Oh no, he has a cane now. なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。MMA? 想像？なんでそんなの知ってんだ。俺、最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。はあ、嫌だな。なめんな。あ、oh, fuck. してみろ。なめないでくれる。ほら、やるぜ。Essence of Phone. やんのか。とっておきだ。バリバリ行くよ。なめんなよ。ん？ Okay, revive. なんだ。死んでる場合じゃないわよ。ねえ、お気にせ。まだまだ捨てたもんじゃねえな。いい調子だ。絶対負けない。プラウスプラウスアゲン。してみろ。Not yet. 見せてやるよ。社長パワーだ。よし。ほら来いよ。よし。All right. Power snooze. 見てろよ。おっ。よし。なめんなよ。俺の番か。やってやろう。やってやろう。ほら、
るぜ。とっておきだ。やんのか。おら。様子がおかしい。そうね、折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだな。みんな気をつけてくれよ。私の番ね。よし、Blue shows all out HP with miraculous performance. Okay. Let's do a special. Drop the ball. We gotta go all in then. Cross the prongs. Everything we have. There we go.
また強くなっちゃったな。カシラ、何やってんだよ。あんた、俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。フラッシュバック。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから。地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、寒い。帰ろうぜ。
やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろう、忘れろよ。嫌だよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。あのロッカー、あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたのか。でもなんで。よかったんじゃねえか。え、いいんだよ、あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か、しっかりしろ。どけ。じゃあ、おやつさんはあんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は何、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで、なんで僕の足だけ歩けないの。みんなは歩けるのに、僕だけなんで。その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえったな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい、もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。
殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。 Don't tell me. 肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷ってそこは俺の生まれた。Interesting question. ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな、あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日その場所で生まれたって男がいたな。まさかそれじゃまるで俺が。I don't know where you're going with this, Joe. 親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、言いました。店長、いました、ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく、茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。 Moral of the story: Don't put your babies in lockers. 赤ん坊の
取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長、春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを？ Who killed Captain Alex? 確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が親さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 도시다. 호시노 회장이 내려와れていると 소오시에테くれた 匿名の 垂れ込みですが 네타모토와 도모 사와시로 본인だったようです. 何? 何で 사와시로가 自分から バラしたんだ? つまり 사와시로は 星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。があなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから匿名で情報を流し星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。
いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭。So, is it really that common to put your baby in a locker? Yeah, I'll cut the story some slack. Yakuza games always had, you know, over-the-top type of scenarios in them, so I'll let it pass.